はい、皆さん、南国の島からおはよう、こんにちは、こんばんは、ドイバリカチャタのヤサです。じゃあ今日は、ウブルに向かってオキシュサムを迎えに行きます。今日はですね、ちょっと曇ってますけれども、お先陣に行きますので、じゃあ頑張りましょう。まあ、いろいろ見せてあげたいんですが、この動画を最後まで見て、とこのチャンネルを登録してください。じゃあ行きます。店が多いですね。まだ早いですから、やってないです。トリスラスワッティホテルに到着です。バリらしいんです。おはようございます。今日一日案内します。武崎陣行きますね。武崎陣お願いします。ありがとう。おはようございます。ウブルは綺麗ですか？とても綺麗でした。大好きですね。大好きです。今回は何回目ですか？私は多分8回目とか。おー、バリ好きですね。大好きです。ありがとうございます。さあ、武崎寺の駐車場に着きましたよ。やっほー、近代的です。ショッピングモール駐車場に出てますね。駐車場はもうショッピングモールだね。今日はお参りに行くお客様、はい、または人が多いなので、そう、入場料をここで払いますね。サルモンで今日ね、チケットでは、武崎寺の入り口です。快適なんですよね。駐車場きれい。今日もお客さんが多いです。ね、多いですね。そうですね。じゃあシャトルバスに乗りましょう。先生すごいね、黒ね、真っ黒だよ。力の黒そうか、力の黒か。そう、力の黒です。これが一番前よ。すごいですよ。急げます。5、600メーターぐらいあるんです。あれ、じゃあそんな登るんだ。そうです。はい。ここがラダってきた。はい。先生。武崎陣は
バリの一番大きくて古いお寺です。バリの総本山ですね。もともと武蔵寺はあそこです。そうです、破石暮れに、シマルカンデヤという東ジャワから来た弓のお坊さんの命令で誕生されました。そうです。まあ、バスキーという言葉は健康豊かという意味をしてます。どん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 変わってきて、ブサキになってきました。青空綺麗ですよ。階段大変、頑張ってください。五重塔降りたようなレノムはね、あとメルーという、はい、山の表しです。まあ、バリに寺にとって山は神々の象徴であります。かやぶき、屋根がかやぶき、そうですよ。ヤシの木の仲間の皮、皆清掃してかわいいです。Keren bajunya. Mari kita. まあ聖書の色はだいたい白か黄色なんですね。黄色？うん、そう。白は神聖で、黄色？黄色は幸せ。黄色幸せ。そうなんですね。黄色はパワーね。そうです。いや、今はね、コーヒーの上について、沐浴する前に、ハーブティーを飲みましたね。Jepang ya? Eh. Ah, kopi no ki wa kore desu yo. Ima wa ne hana ga saite masu kedo, mi ni natte kara, wakai mi wa midori iro de juku shita ra aka nan desu yo. Sono juku shita kopi wa achi no chotto. Are wa ne yakoneko ga no tabete, chosen ninjin.コーヒー、女性にコーヒーもありますよ。体にいいですね。やこしいですから昼間寝てます。あれ、ちょっとコーヒー豆がついてますね。赤い、そうです。市民これ一番最初は、はい、これはブラックコーヒー、ノンフライバーター、紅茶。一番最初はトラジャコーヒー、二番はスマトラコーヒー、三番はバリアラビカ、四番はバリロイスター。これはココナッコーヒー、フレーバー、バニラ、チョコレート、チョセニンジン、アボカド。他は紅茶、コーン、ボガ、ライモングラス、マンゴスイント、アシロラ。どうぞ飲んでみてください。ここでココーヒーまだね、ここの辺プロセス後でも見てね。はい、ありがとう。じゃあいろいろ味見して、うん、
じゃあ、小麦粉のプロセスなんです。まだね、アセロラしか飲んでない。じゃあ今見てください。それと私のプロセスは。わー。今ティルタエンポロジーに到着いたします。さ あの立派な木はあれガジュマルの木です。ガジュマル、はい、でっかいですよ。何百年前の木なんですね。大体切にしてるから白黒の生地を木に巻いてあるんですよ。新鮮そうですね。と劇場もあるしと向こうのね、色の舞踊やるところがあります。お祭りの時は向こうはプールがありますね。あの向こうの建物は、スカルノ大統領の宮殿です。そうですよね。デビさん、デビさんの宮殿です。ね。はい。そう。じゃあ今から沐浴しますね。左です。はい。先生、ちょっとずつ順番に2番目から向こう、向こうの 2番目と3番目抜かしてください。はい、少しずつ、少しずつと、やり方は歯を洗う前にちょっと祈って自分の言葉を、手で洗って、はい、また同じことで、はい、しますね。いいですか。黙浴する人が多いです。土曜日ですから。冷たい、冷たいですか。市民が好大隻、我怕頑張ってください。冷たいですから。そうだよ。濡れてカップで焼き魚を食べます。夜ご飯を食べますね。砂浜で食べるから超綺麗です。
はい、皆さん、今日のチャッターが終わりました。この動画を最後まで見てくれて本当にありがとうございます。次の動画も楽しみにしてください。このチャンネルを登録してください。じゃあ、またねー。